せいたします。非常に強い台風1号は、本日午前9時現在、父島の南約850km にあり、毎時15km の速さで北北東へ進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルです。台風は明日の朝から昼過ぎにかけて小笠原諸島に非常に接近し、暴風域に長時間入る見込みです。暴風、大雨、高波に厳重に警戒してください。家屋、施設の十分な養生をお願いいたします。接近中は外出を避け、早めの避難を心がけてください。また、不要に海岸に近づくことのないようにお願いいたします。なお、本日午後6時から避難所を開設します。避難所は、父島は地域福祉センター、母島は母島支所となります。なお、避難所の室内にはペットの持ち込みはできませんので、ペットとともに避難される方は、ケージやリードなどをご用意ください。